康介陽子のミュートバイト。はい、皆さんこんにちは、イベントマーケティングの陽子です。こんにちは、ビレッジの康介です。はい、10月7日79回目の康介陽子のミュート解除始まりました。この番組はですね、イベントレジストの平山康介さんとイベントマーケティングの樋口陽子がイベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です。中の人、その道のプロだからこそ思うリアルの価値やイベントの魅力をお話しいただきます。ということで、はい、始まりましたが、もう10月になるともうすぐ年末になってしまいそうな時期ですけれども、この時期ね、ま、過ごしやすくていいんですけどね、まあ、ここそうですね、すぐ終わっちゃうでしょうね寒くなる。はい、ノースリーブも今日で終わりかなと思いながらもちょっとノースリーブにしてみました。たまにもうね、ちょっと寒い時ありますからね、うん、はい、夜になるとちょっと寒かったりでいきますが、だん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 イベントのリアルの大型開催も増えてきてますね。まして秋はどん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 ね、リアル回帰っていうようなところで、開催形態どうしてるんだろうとか、かなりハイブリッドも複雑化しているようなところでもありますけれども、そんなイベントの形態だったり、はい、新しい、形を提案する、イベントが大阪で12月に開催されますということで、今日ゲストの方をお呼びしております。今日はですね、マイスエキスポイン関西2022の主催者で開催会場であるインテックス大阪からですね、一般財団法人大阪国際経済振興センター営業部長の近藤秀樹さんをゲストにお迎えします。こんにちは。はい、こんにちは。あの配信の方の、ご出演1年ぶりぐらいになるかなと。そうですね、2回目ですね。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。大阪は天気良いですか？そうですね、今日は良さそうですけど、なんか明日からね、寒く、雨も降って寒く、涼しくなってくるっていうね、聞いてますので、だんだんちょっと。ですね、今日はね。はい。はい、秋の雰囲気が出てきておりますけれども、現在近藤さんもマイスエキスポイン関西2022の準備佳境に入っていらっしゃるところかなと。今はまあそうですよね、出店募集ようやくちょっと先月末で締め切って、これから個人とかにね、進んでいかなあかんかなというところですけどね。おお、じゃあだいぶ具体的にこう内容が止まってきて。そうですね、はい、そんな感じ。はいね、はい、まだ出店募集締め切ってますけど、継続でもちろん追加も募集してますんでね、はい、まだ間に合う。もちろん間に合います。まだ大丈夫です、はい、ギリギリまで頑張ります。はい、はい、ちょっと私たちも取材に行かなくてはというふうに、はい、ぜひぜひいらしてください、はい、はい、思っておりますが、今日はそんなマイスエキスポイン関西2022の主催者の一人として近藤さんにお話を詳しく伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、今回ですね、マイスエキスポイン関西を、開催されるということで、改めて近藤さんご自身のマイスビジネスとの関わり、あとは一般財団法人大阪国際経済振興センターの、その位置づけというところからですね、ちょっと紐解いて、ご紹介させていただきたいと思うんですが、近藤さんはもうマイス業界長くていらっしゃるベテランでいらっしゃいますけども。いやいや、そんなことないんですけども。はい。まあ、あれですよね、インテックスはもともと1985年に見本市会場としてオープンしてたんですけども、うん、やっぱりここどうでしょうかね、やっぱり10年、15年ぐらいですかね、やっぱりすごくその産業見本市、見本市会場としてだけのくくりじゃなかなか捉えられなくなってきましたね、いろいろ用途が展示会、セミナー、パーティーとかですね、すごく複雑化してきて、コンプレックス型の用途が増えてきましたんでね、やっぱり、その我々インテックスにとってもマイスっていうくくりで大きく捉えないと、やっぱりなかなかイベント自体をね、処理対応できないみたいな形になってきましたんでね、やっぱり特にすごくそれは単に賃貸貸しっていうね、施設貸しっていうだけにとらわれないような、やっぱり僕らも自主企画
で、枚数っていうくくりで、やっぱりイベントをね、捉えて、僕らも、その主催者目線で、物事も捉えていく、うん、広く捉えていくっていうんで、いろんな目線を持ってるっていうのがね、すごく施設の、いわゆる活動法にも役立つし、枚数の進行にも役立つんかなっていうので、うん、ちょっとこう、従来とはここ10年ぐらいで随分こう、ね、世の中自体もそうですし、我々の業界自体の目線もね、変わってきたんかなというのは実感してますけどね。はい。うん、はい、そもそも、こう、一般社財団法人大阪国際、はい、経済振興センターというのは、インテックス大阪と同じというか、ああいうことで、ということで、イコールですね。そうです、1985年にできています。はい、そうです。はい、その施設の稼働をこう、はい、考えるのがこう一番ミッションだと思うんですが、それがどんどん広がって、そのエリアでのこう開催というふうに、こう変化をしていった一番のこうトピックスといいますか、これがきっかけだなっていうようなイベントっていうのは何かありますか？というか、まあ、もともとはそのいわゆる浙江省輸出商品交易会っていう中国の浙江省のね商品を、はい、関西マーケットで売り込もうみたいな展示会、浙江省側のね商務長さんの方から話があります、ね、はい、それの運営、地元のね運営業者一緒に共済運営やってくれるところっていうので、そういうので、見本市委員会っていうのがもともとありましてね、そこが、はい、そういうのを請け負って主催運営とやりだしたんですけど、それをまあ我々の財団がまた引き継いでやってるっていうところで、その中でやっぱりそういう自主企画っていうのも全然企画部門もありましたんでね、もともとね、そういうことを、それを引き継いだ形でもっと発展系で開催させていって、それでかつ、まあ、どっちかというと自分の置かれてる身の置かれてる業界ね、枚数業界っていうので、それを深めていった方が、我々にとってもやっぱりいろんなところの、やっぱり横の連携なんかもできていきますんでね。で、去年の安全対策推進エキスポからスタートして、今年の枚数エキスポっていうのにどん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 進化していってるっていう過程なんですよ。なるほど。なんかこう、じゃあ必然的にこう展示会の企画っていうのも立ち上がってきたのかなというふうにお話を聞いていたと思うんですが、今回の、12月に開催されますマイスエキスポイン関西2022というのは、もともと2021年昨年3月に開催された大阪マイス安全対策推進エキスポ2021を、こう、引き継いで継続して発展させた展示会というような位置づけですか？そうですね。去年の3月にあったやつ、まだそれは安全対策って、まさに名前もそうなんですけど、まだコロナ禍真っただ中、まあ今ももちろんまだ残ってるんですけど、もっともっとまだ未知の部分っていうのがあって、皆さんやっぱり、どうやってこう、埋葬を開催したらいいのかが、まだちょっと、やや暗中模索的なところがあったんで、それを少しでも部屋軽減して埋葬開催していただくため、安全に開催していただくためのエキスポみたいなので、結構感染症対策であるとか、こうやればすごくコロナ禍でも埋葬推進できますよっていうの趣旨の展示会だったんですけども、今回はまあそれからもう1年半経ちましたんでね、いよいよコロナ禍も少しずつ収まってきて、本当の意味での再起動、再稼働させるという意味合いにの展示会っていうふうに主眼をまだちょっと若干切り替えてますので、そういう意味でいくと本来のマイス振興っていう意味で、のマイス業界の、再リスタートにですね、寄与するような展示会にしたいなと。だから、どっちかというと、その、いわゆる横のマイス関係者の、まあ、連携ももちろんなんですけど、それ以上に具体的な商談ですよね。そういうができる場にしたいなというふうに思っております。はい、前回も安全対策ということで、コロナ禍でのマイスの今を焦点にした展示会で、まあ、その時にもマイスの関係者が一堂に会する機会も減っていたので、その会場で、ああ、久しぶりみたいな形でですね、皆さん、再会を喜んだりですとか、新たな開催手法を得たりということで、すごく重宝された展示会だったと思うんですけれども、今回はもう商談の方、これからマイス、さらに受け入れてやっていくぞというような形での、開催に
なるという感じですかね。そうですよね。はい。前回の時はどっちかというと、まだ、マイスの中でも、我々、インテックスなんかが身を置いてる E の部分ですよね。イベントであるとか、いわゆるエグゼビション、展示会みたいな部分が、どうしても主軸中心に置いてたんですけども、今回については、本来の意味での、いわゆるマイスのミックの部分ですよね。いわゆる、メダルとかインセンティブとかですね。はい。コンベンションとかね、そっちの方もしっかり組み込んで、本真の意味でのマイスっていうのが皆さん集まっていただいて、それプラス実際の、商談っていうので、実は12月にリアルで開催する前に、まずは海外のバイヤーさんとオンラインで商談会、だからご出店いただくと、そういう海外バイヤーさんとまず11月にオンラインで商談会を開催していただこうということになってまして、で12月にはリアルで、いわゆるマイス関係の、いわゆる主催をされている方とか、運営会社の方なんかをお呼びして、そこでリアルでの商談していただこうということで、2本立てになってますんで。まさに、はい。ハイブリッドですね。そうですね。はい。そういう形で。これ、はい、リアルにこう、1回でではなくて、ハイブリッド、1回オンラインで開催して、その後にリアルという構造にされたのは、どういう、なんていうんですかね、目的というか意図があるんですかね。その我々ね、いくらこういうオンラインもね、メイン主軸になりつつあるような時代とは、やっぱり展示会場ですんでね、リアルっていうのがやっぱりどこまでも追求したいなというのが一つありましたけども、ただ海外を考えた時に、ちょっとまだ今の状況でいつ本当にね、だいぶようやくね、10月11日から緩和されますけど、ちょっと企画した段階でまだどうなるかわからなかった。あ、そっか、タイミング的に。そうなんですよ。そういう意味でいくと、もう12月は国内のどっちか言ったらドメスティックの部分のリアルのミーティングに専念しようと、商談会に専念しようというので、海外はその時片手まで海外もつないでると、なかなかやっぱ注力できないんで、もうじゃあオンラインは別に事前でもできるよねって、でそこだけはもうまた別枠できっちりつないで、出店者の方にもご満足いただくのがいいんかなと。リアルでお客さんを見ながら、片やこっちで、海外もね、なんか商談してると、どっちつかって中途半端になるかなっていうんで、ちょっと切り分けて、そこはきちっと明確に分けて、満足度を上げていこうかなというような方の企画したんですけどね、そういう意味で。ただ今回それをやられた後の結果とかフィードバックとか、お客様の声次第かもしれませんけれども、今後もしコロナとか、そのいわゆるもう皆さん行き来が自由になったと仮定しても、その構造って残ると思いますか、それとももうリアル一本でやった方がいいと思いますか。いや、僕はリアルで、もちろんリアルに越したことはないですけどもね、でもやっぱりこのオンラインはオンラインでまたその良さがあるんじゃないかなと思うんですけどもね。現場ではなかなかね、皆さん目先のお客さんとか優先になっちゃうんで、そこでできないこともね、オンラインだとじっくり腰据えてできるかなっていう、落ち着いてできるかなっていうことなんで、もちろんリアルを主軸になっていってもらうのは僕らも立場的に困るんですけども、引っ張られちゃうと困るんですけど、でもどこまでいっても今回コロナで逆にオンラインの良さみたいなのもね、分かってきましたね。リアルを補完する意味でのオンラインというのは、僕は全然これからも残っていくんじゃないかなって気はしますけどもね。で、逆にありじゃないですかね。ありがとうございます。確かにリアルを主軸に、こう、補完する意味でのオンラインの使い方っていうのが、皆さん、かなり、もう、上手になって、プロセスの一つとして、オンラインをどう位置づけるか、みたいな構造にもなってきていますよね。そうですね。それは僕らも実感しますね。はい。それによってまたターゲットも広がったり、海外は特に、ターゲット広いと思いますので、その辺のこう広がりっていうのがこう期待できますよね。そうですね。あと、今回大阪マイスっていうふうにこうありますけれども、大阪だけではない、マイス全体の中で今、焦点になっていることっていうのが、このエキスポの中ではテーマになっていくのかな。前回は安全対策でしたけれども、今回のこう見どころになっていくような、コンテンツだったりとか、その辺は出展者も、ちょっと出揃ってきて、どんなような、エキスポになりそうですか？
そうですね、いろいろ本当我々が意図したようなイベントとか展示会業界だけじゃないような、いわゆるどっちかというと結構ビューローさん全国からね、本当北は北海道、南は沖縄まで、もちろん全部じゃないんですけど、はい、結構割とビューローさんが思った以上に多いんですね。そういう意味でいくと皆さんこう、はい、地方地方にやっぱり、どうでしょうかね、ミックでしょうね、やっぱりインセンティブであるとか、いわゆるこう、会議系とかですかね、コンベンションとか、そこをなんとか誘致できたらなっていう思いが強いんじゃないかなっていう気はしてますんで、そういう意味でいくとすごくなんかこう全国の方も非常にこう枚数のね、再起動にすごくなんか枯渇されてるで植えてはるというか、すごくいいタイミングなんじゃないかなというふうに僕らも実感してますんで、ネットワーキングとかにも横横のつながりにもご利用いただけたらいいと思いますし、ああやっぱり皆さんこういわゆる首都圏とか関西圏以外の地方の方もすごくやっぱり前向きに捉えておられるなというのは実感してますけどね。やっぱりそういった場がこれまでなかなか実施できなかったっていうこともあって、リアルな開催に参画されるのが全国からということで、はい、関西とはなっておりますけれども、結構マイスの全国規模での、出展だったり、開催になりそうですね。そうですよね。はい。もう SDGs 関、マイスエキスポでいいと思います。はい、大阪でやってるよって言いたいだけなんで、はい、実際やってることは全国規模でやってるようなことがいますんで、はい、うん、いろんな我々と同じような会場施設さん、ビッグサイズさんであるとか、アガリメッセさん、パシーコさんとか、例えばマリメッセさんである、福岡さんであるとか、もういろんなとこ、名古屋さんも出られてますし、はい、いろんなとこ出てこられますんで、はい、会場さんも結構出てこられて、もちろんそうです、会場も、あともちろんね、大阪国際会議場さんであるとかね、近くである ATC さんであるとか、毎度も出てこられますんで、はい、そういうことも皆さん、よくこの連携もできるし、お客さんも、伝えられるかなと思いますけどね。はい、コロナ禍で結構オープンされた会場さんだったり、お披露目の時期をなかなかこう持てなかったりっていうような会場さんだったりもあると聞いておりますけれども、ここに来るとまた新しいマイスの最新情報もこうネットワーキングできるというか。そうですよね。皆さん新しい施設で、ね、名古屋ポートメッセさんなんかもね、新たになんか新設で、ね、ぜひ PR 展示館とかおっしゃってましたけどね。はい、なるほど。じゃあそういった、ところもすごく期待がありますけれども、今回主催者さんとしてのこう特別企画なんかもご用意されていらっしゃるんですよね。そうですね。はい、SDGs、やっぱりサスティナビリティというのも必須になってきますので、実は我々は大阪観光局さんがね、この6月から SDGs 法マイス評価制度っていうのを作られてましてね、それのいわゆる我々もそこに申請を行いましてね、それの、はい、評価にのっとって、このエキスポは進めていこうかなというふうには思っています。もう実装されていらっしゃるんですね。そうですね、そうなんですよ。結構ね、皆さん、そのマイスと SDGs をなんかこう、なんとなく漠然とはね、こう関係して、こう、PR したいなと、どう絡めていったらいいのかわからないなっていうのがあるんですけど、この大阪観光局の使が制定された評価制度って非常にわかりやすくなってますんで、結構そのもうあらかじめその SDGs の評価の項目がドーンと並べてありましたね。それの中でどれをこの展示会を当てはめて開催できますかみたいな選ぶ選択すれば、それでなんとなくちゃんと認められていくような感じになってますので、すごく取っかかりやすい評価制度になってますね、これはね。じゃあそういったものもこう情報としてそうなんです、取り入れたいという主催者さんはすごく参考になりそうです。参考になると思います。はい、そうですね。我々それを取ってやってますし、あと、まあ、特別企画ということで SDGs コーナーなんていうのを設けてますんでね、各出展者さんの中で SDGs、はい、サスティナビリティに関係するところで PR したいっていうところは特別の出展コーナー設けてますんで、そこにまた別途
PR 出展して、あの自分のところはこういうことをやってますよっていうのをみんなに PR していただけたらいいかなと思ってますけどね。結構あの最近いろいろなねイベント行っても SDGs に関する取り組みっていうのを必ずあのウェブサイトの方にも表示されていらっしゃったりとか、そうですね、そういうのは毎主催者さんにとっては本当に参考になりそうですね。そうですね、はい、ありがとうございます。そしてあの今回会場さんとして自主企画事業の一つとして、マイスエキスポイン関西を、催されますけれども、やっぱりそのマイスの E の部分で今までこういろいろな連携があったと思うんですが、こう今回マイスということでエリアに広がるだったりですとか、そういったこうメリットが自主企画することによって横の連携なんかもこう強めていくっていうのも一つあるんでしょうか。そうですね、それはありますね。先ほども少しお話ししましたけど、やっぱり今までマイスって一括りに言いましても、なんとなく E と MIC っていうのが微妙になんかこうあんまり横横の連携できてなかったりというか、ちょっと微妙に若干違うところもあるんですよ、ニュアンス的にね、あるんで、そこまででもなかったんで、真のマイスっていう横連携を考えたときには、やっぱり我々ももう少しそのミーティング、インセンティブ、コンベンション系のところさんと一緒になって横連携して推進していかないかんよねっていう思いはありましたんで、そういうと今回についてはあのいわゆるあのもちろん実行委員会形式なんで、主催には我々と我々の身を置く日本展示会協賛、日展協賛ですよね、そこが入ってた、それからあの、はい、大阪観光局さんにやっぱりあのミックのとこですよねであるとか、まあ、入ってたり、あと、まあ、日本ディスプレイ業団体連合会さん、日デレンさんっていうのは、まあ、もちろん E のとこなんですけども入ってて、はい、このとこについてはまず大阪観光局さんとのまあ、実行委員会でまず持っていって、その次にあの特別協力ということで、実はあの日本コングレスコンベンションビューローさんと日本コンベンション協会さん、JCCB さんと VCMA さんの方にもお話を持ちまして、賛同していただきましたんでね、ぜひじゃあ一緒に協力してやりましょうということで、そちらの協会さん2つにつきましては、やっぱりミックのところの中心のね、協会さんなので、しっかり連携して一緒にあのセミナーなんかも、あのそこであの一緒に連携してやらせていただきますし、あの真の意味で少しでもやっぱりあのマイスっていうくくり の, あの連携ができつつあるんかなっていうふうに思っておりますけど、はい、なるほど。なんかこうエリアで受けるというところでいうと、こう窓口が一本化していくことだったりは主催者さんにとってもこう手続き的にもありがたいあの形にチームが作られていくのかなというふうにも思いますが、あの大阪観光局さんでも大阪へのマイス誘致合同チームあの作られていらっしゃって、そこのメンバーでもいらっしゃいますよね。はい、はい、これはね、あの実はあの G20 が2019年にあったと思うんですけども、ちょうど、ね、はい、この年、まあ、コロナの前の年ですけども、あの大阪アカデミー、大阪マイスアカデミーっていうね、いわゆるこう大阪のマイス関係者が集まってですね、結構年6回ぐらい勉強会であるとかですね、もろもろやってるような組織がありましてね、でそこで若手とか中堅社員を中心にしてですね、ちょっとこう勉強会やりながら、まあ各々の組織が横連携を持って進めていっている、そういうまあまあ、あの会合というか組織があります。でそこで、まあ、大阪観光局のね、あの福島会長がまあ学長されてるんですけども、そのマイスアカデミーっていうのがまあベースにありまして、ね、そのマイスアカデミーで年6回ぐらい集まってる中で、はい、まあ、なんかこれから2025年にあの大阪万博あるよねみたいな話になって、それせっかくだから、そのあんまりそのおのおのが俺が俺がっていうんじゃなくて、オール大阪で、あのいわゆる首都圏であるとかそちらでやってるような、まあ、マイス関係のイベントとかを、せっかくだから大阪、2025年に大阪でやってもらうように、あのみんなで連携して営業しようよみたいな話がちょこっと出てきましてね、そこが発端で、あの大阪観光局さんが事務局になって、まあもちろん会長の福島さんがあの先頭立たれて、じゃあやろうということでできたというような
いきさつになってますんで、まあ、まだあのこれからなんですけどもね、ようやくできてこれからちょっとずつ今営業を開始してるところなんですけども、ぜひまあ2025年にはあの大阪へ万博があるんで、それのまあ一つきっかけにして大阪でマイスを開催してもらえませんかみたいなのを、もうインテックスでやってくださいとか大阪国際やってくださいじゃなくて、大阪でやってくださいみたいな、みんなで、なんていうの、それバックアップしますよ、サポートしますよっていう意味のまあ営業活動みたいなことなんですね。ですので全然あのインテックスを使っていただけるような規模じゃない、もっともっと小さい会議であるとか分科会みたいなもんでも我々は一生懸命誘致していこうという、まあ、そんな趣旨のあれですね、大阪での営業という形ですね、これはね。確かにマイスっていう言葉はその業界の総称として、まあなんか分かりやすいので使われたりはしますけど、それぞれ分解していくと確かにそれをトータルでっていうところはなかなかないかもしれないですね、そういう実際に取り込みが。はい、そうですね、そのなんかまあきっかけになればなという感じなんですけどもね。はい、まあ、あの大阪・関西万博機に本当に新たなムーブメントっていうのが起こっているんだなというのが今日お話を聞いていてすごく感じるんですけれども、もうあと3年後ですもんね。そうですね、もう、実質はまあもう3年切ってますんでね、2025年の4月13日からですから、もう、ね、こんな勢いですよね。ちょっとね、まだまだ地域によって少しずつ温度差といいますか、があるので、その追い風をですね、ぜひ感じに大阪に行きたいなというふうに、思いますし、もうちょっと首都圏に PR しておいてくださいよ、東京の人に。東京行くと、あ、そんなあったっけみたいな雰囲気の、ちょっとないことやっぱり、まあ、大阪など、万博のいろいろ、脈々君が花火大会に打ち上がったりとか。まあ、ご存知ですか、あれ、この間のね。はい。はい、はい。もう街中にも、やっぱり溢れてますか、万博の機運と言いますか。そうですね。脈々君のポスターは、割と溢れてますね。はい。だんだんね、あの、マスコットって言ってたの、名前決まっていくと、どんどんみんな、故障行ったりして、ね、ツイッターでもいっぱい上がってたりして、だんだんキモカバイ的な感じになっていくと思いますけど、最初ないやろなみたいな、あの奈良君の仙道君なんかと同じようなスタンスになっていくんじゃないかと思います。だんだん見慣れてくると可愛くなってくるみたいな。うん、そうですね。なんかそのマイスだったり万博だったりがどんどんとこう起こっていくと、そのマイスっていう業界にもこう目が向いていきますし、そうすると面白い人材もどんどんとマイス業界に入っていくのかなっていうのをすごく期待をしております。そうですよね、やっぱりもうちょっとこうね、業界自体がメジャーになって言ったらちょっとおかしいですけど、まだまだなかなかね、日常の業界なんで、すごく、ね、経済全体に波及する効果の高い、すごく大切な業界だと思うんですけどね、まだ認知度はそこまででもないところがあるんで、もっともっとね、これから万博であるとかで、ね、大阪はまだこの後もう一つね、2029年のね、IR というのはまだまだもちろん国に、どんどん、ね、そういうのも控えてますんでね、もっともっと、枚数っていうことにね、広く知り渡って認知度が、ね、上がってくればいいなと思ってますけどもね。はい、万博 IR と大阪マイスのポテンシャルっていうのがすごく今高まっていらっしゃるところだと思いますが、最後にマイスエキスポイン関西2022について出展者、来場者さんへのメッセージもいただけますでしょうか。はい、今回につきましては、先ほど来話してますけども、マイスの、ね、関係者、真の意味でのこう M も M、C も E も皆さん連携して、結構こぞって出展もされてますし、来場者も今から我々来場の促進も図ろうとしてますんで、すごく業界の横のつながりもできますし、バイヤーの方ももちろん海外含めて、ちゃんと商談もしっかりできるように、進めてまいりますんで、ぜひ2025年大阪万博、まあまだ決まってますけど、2029年の IR が控える大阪の熱量みたいなところで
ですね、実際に 足を運んでいただいて、実感していただけたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。ちなみに、インテックス大阪さんからタクシーで10分ぐらいで、万博の開催地の方に行けますけれど、はい。今回のその、マイスエキスポイン関西では、そういったこう、視察ツアーじゃないですが、いろんなとこ巡れたりとか、独自に皆さん行かれたりする感じなんですかね。まあ、今はまだ行っても、ね、何もないんで、まだこう、まだ草っぱらですかね。草っぱらいことないですよ。まあ、まだね、何もない、立てない状態なんで。実はまあ、一駅ね、今の地下鉄中央線が延伸されて、コスモスクエアから一駅伸びて、うん、まあ、そこ終点になって、一駅の距離にありますんで、はい、大阪府の先島庁舎っていう、まあ、旧の WTC っていうあの高いビルがあるんで、その屋上に結構展望台があるんですね。あ、そこから見る。登っていただくとね、そこが一番よくわかります、ね。おお。ああ。それは、いい情報ですね。そうなんですよ。多分ね、今の段階で言うと、向こうに渡って、何もないところ、うん、なんか広っ広いところ、ガーンと見るよりも、上から眺めて、この位置だけ、どういうとこかっていうのが一番わかりやすい。うん、僕らも、大変ね、視察に来られた方、そこをご案内するんですけど。ああ。ね、一度見ていただいて、見ていただければなと思いますけど。若干お金いいですけどね。ちょっとそこから定点観測じゃないですけど、そこも数百円ぐらいだと思いますけど、確かに。はい。あそこも、ちょっと取材スポットとしていきたいと思います。はい。はい。ありがとうございます。マイスエキスポイン関西2022は12月7日から8日、2日間、インテックス大阪で開催されますので、ぜひ皆さん12月に大阪でお会いしたいと思います。近藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。いい取材スポットも教えていただいて。いいですね。マイス研究所としては。ええ、そうですね。株式会社マイス研究所としては、ちゃんと行かないとというところで。すごい、シンクロする話ですよね。そうですね。やっぱり今、各地で、マイスの誘致を再開している、海外からもそうですけれども、プロモーションを再開している時期だと思いますので、そこでどう大阪や日本を PR していくのかっていうところ、大事な、こう、エキスポになっていくんじゃないかなということで、まあ、事前の商談会から構えて、リアルの12月ということで、追っていきたいと思っております。はい。よく IT 業界とかであるなんかこうカオスマップじゃないですけど、マイスに関わる業界とか会社とか、多分、愛がどこが関わってるのかとかってよく分かってなかったりとか、まあ、そういうのをなんかバズらせたりすると、もしかすると結構自分、勉強になるし、そうですね。いいインパクトあるんじゃないでしょうかね。学生さんとかにとっても分かりやすいし。マイス、カオスマップみたいなのがあると、それはこのエキスポを歩く上でもガイドになっていいかもしれませんね。ちょっと近藤さんに提案してみよう。マイス研究所のホワイトペーパーで出してください。はい、ぜひちょっとやってみたいなと思います。どん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 広がっていくところもあるでしょうし、メタバースの方とかまで行くと、もうさらに広がって、ね、行く自分になっていくだろうなっていうのも。めちゃめちゃ面白そうじゃないですか。そうですね。今からやっとくと、どんどん広がりが、ね、定点観測で分かっていくかなと思いますので、なんか新規参入したい方も、きっと、マイスに魅力を感じていただけるような、何か。情報発信もしていきたいと思います。はい。はい、ということで、今回のゲストは一般、財団法人大阪国際経済振興センター営業部長の近藤秀樹さんでした。どうもありがとうございました。ございました。